From TV アニメーションワンピースグランドバトルスー、どうも皆さん、100日後に海賊王になる男リュウです。ですね、本日ですね、あまりにも懐かしい、ゲームをですね、私実家に帰った時に発見しましてですね、掘り出してきまして、これ皆さんやったことあります？ワンピースグランドバトルっていうゲーム、これ僕小学生の時に無限にやってたんですよ。めちゃくちゃうまいんですよ俺。フラグ、今日はですねこのゲームで遊んでいきたいと思います。めちゃくちゃ懐かしい。俺小学校の時、家ではね、なんかあんまゲームやっちゃいけないみたいな、そういう家庭で育ったんですけども、ちょっとゾロ行こうか、ゾロ、家庭で育ったんですけども、なんか友達ん家放課後寄ってね、でこれやって帰ってくるっていうのがもう日課でさ、カルーチョッパー、もうなんかキャラクターが懐かしいけどね。カルーか。鳥を八つ咲きにしてやるぜ。デュエルリンクスだよな。鳥にいいばっかやられてっからな、ブラックフェザーとかいう。ワンピースグランドバトルでは鳥を八つ咲きにしてやるぜ。てめえなんて焼き鳥状態だ。足も治ったし、加減した筋トレはもう飽き飽きしてたとこで。ほら、こんだけね、このセリフとかもガンガン入ってんすよ、このゲーム。やばですよね。これめちゃくちゃ懐かしいんですよ。これね、ルフィの、ちょっと待って、戻るわ。取れなかった。ちょっと待って、これこういう、あ、危ない、危ねえ。はい、あ、いいね、ナイス。おい。これね、そうね、ルフィのね、腹蹴るとね、めっちゃジャンプするの、ほら。こういうね、細かい、これ懐かしいですよね、これ。これマジ神ゲーだったんですよ。俺、これしかやってなかったから、小学校の時。はい、って。これこのゲームマジでおもろかったんだよね。俺ほんとね、ゲームっていうゲームあんまやったことないんだけど、これは死ぬ、やった、死ぬほどやってて、3000世界、くそ、3000世界、うぃー、かっけー、すごいポリゴンだけどね、キャラクター、うぃー、どうすか、めちゃくちゃおもろいだよこれね。一応今難易度難しいでやってんだけど、難しいなんていう CPU で俺相手になんねえよ。さあお次はミスターボンクレートクリーク、もうクリークでしょ、ドンクリークですよ、ドンクリーク、懐かしすぎ、このキャラクター懐かしすぎないか。いぶし銀の銀さんをね引き連れてね、レストランバラティエにねやってきて、なんかこのバラティエ俺がもらうとか言って、なんか人間のクズみたいなことを言い出したりなんですけども、あいつもう溜まってる、強くね、あい、やばい、危ない、おい、オッケー、ナイス、それもらう、しょ、サンテン世界、イエーイ、オーイエー、つえー、サンテン世界、クソ強い。このなんだろうな、なんかさ、レベル1とかレベル2とかあるじゃん、これ取んないとね、必殺技打てないんですよ。あ、やべ、間違えて飛ばしちゃった、これ取るじゃないですか、あれどういった、こっちか、で、これ取るじゃないですか、これ今レベル2なんですよ。レベル2はちょっと待って、コマンドわかんねえ、レベル2はシストの3分まで、オッケー、いや、ちょっとそれやめて、銀さん、いぶし銀のここだ、ちょ、違うか、ちょ、一回飛ばしてからの、痛いからの、で、ここでこう、全然だめ、遅くこの技出んの、これで飛ばして、これでこう、いや全然当たんねえじゃねえか、全然当たんねえじゃん、ふざけてんじゃんこのゲーム。あ、ソロゲット、よし、これ絶対当てたい、くす、怒ったわ、これをこうよ、ああ、ちょっと待って、いやめて、これ当てたすぎる、これが当てたすぎる、このなんかこれ、あ、絶対当たんの、当たー、逆、こっち、いや当たんなすぎ、ソロゲット、よし、絶対当てる、絶対当てる、分かった、これをここに置いて、でこっち下くんじゃん、下くんじゃん、何してんだあいつ、何してんだバグったのか PC、 おい、それもゲットで、ここだ、これ本当に CPU 難しいの？お、ルフィとスモーカー、相手にとって不足はねえ。
スモーカー強そうだな。ルフィにしよう。スモーカーはめっちゃ強いんですよね。ちょっと後で使いますわ。スモーカーめちゃくちゃ強くて、ゾロちょっとね、やっぱね、若干そのなんだろうな、その、飛び道具みたいなのあんまないから、ルフィさんとかね、もうね、腕伸びまくるからね、すげえ卑怯なんだよね。早いし、やめてよ、早いの。早いのやめよう。そのなんか、アイテムと、早いな、あいつ。高み、ほら、ほら、俺に近づくな。スーパーインキャ戦法、俺に近づくな。俺に近づくな。一生これで勝てんじゃない。検証、宝みをしていたら一生勝てる説。おもろ、このゲーム。神ゲーすぎないですか、このゲーム。おい。これで じわにじわに。これで、あっ、えっ、ふっ。逆、あちょっと一回俺も必殺技ちょっとやりたいんだって。アイテム取ろう、冷静に。やめて、アイテムどこにある。このなんかね、回復しながらの、これいらない、これあげる。うえー、アイテム取りて、アイテムが取りて。ちょっと待って、ゴムゴムの斧とかいうやばい顔やつ持ってるから痛い。こっちこっちこっち、ゲッツ、よし、シシトンソン、オッケー、シッソンソン、シッソンソン。なんかこれ当たんねえだろ絶対、この技絶対当たらんやん。これでこれでこれを当てて、これこれ当たんない。なんかさ、確かね、このアイテムを当てるとなんかちょっとね、ひるむんです相手。こうしてで、これで当たらねえだろこの技。どうやって当てんだよこの技。当たりそうだったのに今。こんなの一生当たんねえだろこの技、ふざけんなよ。しかもあいつずっとカードしてるやん。ここだ、いやー、こんなの当たらんよ。おい。妥協技。はい、いや、ちょっと納得のいかない勝利。さあ、来た来た、ミホークさん来た、七部会来た、オーカ七部会来た、やばい、来たぜミホーク大先生。これはミホーク大先生はなんかその必殺技みたいなのがめちゃくちゃ強かった記憶があるんだけど、これ、いや、かっこいい声が、いやめちゃめちゃ気合い入ってんのあいつ。さては、うわ、すごいすごい声だ。おい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 、これも、はい、あー無理か。おいおい、一回も攻撃しないで勝っちゃうよ。おい、まだか。あぶれあぶれ、これゲットして、でこれ持って、これ食わして、これゲット、よし、でこれ壊して、キノコ曲げる、キノコ曲げよう、ここ、あー、ゲッ、何貴様なかなかやるな、なんだそのキャッチ能力は。ここ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 、あー痛い、いや、今回このね、ラスト試合に俺シシソンソン当てるから、ここだから。あー違う、なんでこの技こんなに遅いの出るの、おかしいでしょ。ここ当たんねえよこんなの一生。ここよし、ここ、いや、よーし、うわー、何これ、一刀流、いやい、シシソンソン、かっこいい。でも思ったより強くない。で持ち帰って、はい、ゲットし、オッケー。でお次はここ、こうよ、あ違う、こうよ、あ違う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 、ここ、こうよ、こうよ、こうよ、よし、ゴリ押しすぎる。あとは3000世界だ、あとは3000世界を当てればいい、あとは3000世界を当てれば、俺、あれだ、これ、フルコンプリート。コンプリート。このゲームにコンプとかあるのか、このゲームにコンプリートという概念はあるのか。やめてやめて、ちょっと、あ、これ、これ、肉。え、何し、あ、ふざけんな、お前、あー、ざ、や、
ていいことと悪いことあんだろ。あ、そこにある。オッケー。このね、なんかね、タレみたいなやつからしかね、なんかね、肉とか出ないんですよね。ちょっと来ないで来ないで来ないで。一回。ちょっと一回3000セック当てさせて。これ、これ買って。あ、ナイスキャッチ。あいつキャッチするのうますぎるだろ。はい。で、これ、こう当てる。よし、うまい。よし、これ、これ、これでゲットできる。で、これと、これと、これ回復して。いや、あと20秒。いける。あと20秒ならいける。来いよ。来いよ。来いよ。宮本さん来いよ。来いよ。来いよ。これで、なんかヒートモードになるから、確か。なんか新種だと、ヒートモードになるから、オッケー。ちょっと待った。ちょっと、こんな、あ、やばい、あと10秒。絶対当てる。絶対に当てる。絶対に当てる。絶対、降りてこいよ。降りてこいよ。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃねえよ。ビビってんじゃ、ふざけんな、お前。ちょっと大佐行きましょうか。もう正義は我にありってことでね。黒、カルー、ちょ、黒行こうか。黒めっちゃ使ってた記憶あんな。黒めちゃくちゃ早いのよ。シャクシっていう必殺技があるんだけどさ、ちょっと後で時間あったら使うわ。とりあえず、まず、スモーカーさんは、もうほんと早いんで。あー、痛い。はい。一回ちょっと、あ、待って。あ、待って、落ち着こう。もう落ち着こう。強いから、落ち着、ちょっと待って。はめられてる。あ、強い。ちょっと待って、これ、ここ戦いにくいな。場所のせいにするってやつね。はい、はい。場所のせいにするのあるよね。結構。うまくいかない。ゲーム、下手なやつ、場所のせいにしがちってのあるよね。まあ、俺のことなんだけど。いや、ちょっと、俺、ボケ。この、うわ、いったいった、着手早すぎる。この着手が早すぎる。痛い。ホワイトアウト、ホワイトアウト、じゃあこいつ早すぎるよ。見えないもん。今日分かった後うるせえな、黙ってろマジで。それ欲しい。それ3欲しい。それ欲しい。3欲しい。3欲しいじゃねえや。1000欲しい。コマンドは、コマンドは、バツ四角、あ、違う、四角バツ、三角丸、四角三角丸、四角三角丸、四角三角丸。いやー、遅えな。お、で、出ねえだろ、こんなの。チャーム来た。お、チャンス。ホワイトアウト。よーし。ホワイトアウト。あ、軍ついたな。かっこいい。かっこいい。ちょっとポリゴンすごすぎて、正義っていう文字がすげえ読みにくいけどね。ポリゴンがすごすぎて、もうなんかちょっと正義がほとんど正義じゃ。うわ、来た。着手だ、来た。出た、あの技。ここよし、うまい。あと、危ねえ危ねえ。四角バズでしたっけ。来いよ、ここだよ。あー、おせえ。ここ、あ、おせえ、おせえ、この技。この技出んの遅すぎんだろ。ふざけんなよ。ぶっちゃめやばい。ホワイトアウトできるか。いや、俺はこれで決める。あ、どっか行け。あ、ヒートモードね。ヒートモードは逃げよう。ヒートモードは逃げる。ヒートモードはちょっと危ない。で、これここに置いて、これポーンってやって、で、これちょっと攻撃力があった。で、ここでプッてやって、あ、無理か。これここに置いて、あいつ勝手に死んだ。ね、ちょっと待って、このゲーム勝手に死ぬの多すぎない？おい、どうなってんだよ、バンダイ。さあ、ワポル&ゾロ？ワポル&ゾロ？これはゾロでしょ。もちろん、ワポルなんていうモブキャラ倒してる場合じゃないわ。さあ行きましょう。くそマリモ、くそマリモ、くそマリモ。ちょっとダメだな。シャチホコさんのモノマネいつも聞いてるからいけると思ったんだけど無理だった。これは、あ、オッケー、いいね、早いね。でこれポーンってやって、でこれ確かここ壊すとなんかあれなんだよ、ログポーン通してくんのよ、これ確か。ここ、あ、消しちゃった。どうなってんだよ。違った。ちょっとやめろ。ああ、助けて、お母さん。落ち着こう。一回ちょっとためよう。一回ためてから考えよう。あ、防御力高い。じゃあ行く。はめ合わせよ。これこういったとふりしてこう。で、ちょっとこういったふりしてこう。
逃げたふりしててこう逃げたふりしてこう逃げたふりしてこう一生懸命やっても勝てるんじゃないですか。これをここに置きまして、であいつが来た瞬間これでこういってこれで溜めてからのこう、うますぎる、うますぎる、これはうま、グランドバトルがうますぎる、うますぎた原爆。いやお前普通に剣で殴るんかい、そんなモカモカしてといしといて剣で殴るんかい、お前読めねえ、カクカクしてね、ギリギリ正義って読めるけど、うわ読めねえ、正義ほとんど読めねえ。さすがプレイステーション1のゲームだからな。もう一回行こう、これポイントパッてやって、でこれでパッて、あ、惜しい、でこうこうこうよ、でこれ溜めて、でこうよ、あ、惜しい、あと瀕死なんだよ、あいつ、あいつ瀕死なんだ。ホワイトアウトに決めるか、いやホワイトバインとかいう最強技あったな、ホワイトバインを見せたよ俺は、これをこれで壊して、でこれゲットして、で俺はホワイトバインで決めるから、完全にここよ、あ、うわ、やりますね、やりますね。でこれ上に上がってきた瞬間を見計らって、よっしゃー、来てる、うわバイクで引いてる、普通にそれは犯罪行為、シンプルに犯罪。いいよからの、モクモクして何で倒すんですか、何で、結局剣で倒す、結局そのなんかでかい実体で倒す。お前煙の能力全然使いこなしてねえじゃん。じゃあ圧倒的チートからキャラと言われている最後シャンクスっていうキャラクター使いますわ。これね確かね、なんかねエース出るんだよね、一応多分エース以外多分ほとんど出てる。あ、パンダマンいるわ、パンダマン使うわパンダマン使うわ。このパンダマンとかいうキャラクターさ、めちゃくちゃかっこいいよね。俺パンダマンめっちゃ好きだったもん。パンダマン懐かしすぎんでしょ。さあ乳首がハート男、プロレスラーなんですよねパンダマンは。小田栄一郎先生が考えた隠しキャラクターなんですよね。いきますよパンダマンの必殺技、いきますよパンダマンの必殺技、それおいおい、うますぎ、うますぎた原爆、おい、あーちょっと、えっ、いやーさっさっ通りゃさっさっ、さっさっ通りゃおいおい、いきますよご一緒に皆さん、 GPT あいええ、決まったさ、かっこいい、かっこいいって、このキャラクターかっこよすぎる、さっさっ通りゃやべえクソおもれえこのゲーム、おら、なんか危ねえ、あ、ふざけんな、許さねえ、危ねえ、さっさっ通りゃ、いけパンサメパンダ、イエーオーイエーおもろこのゲーム。さあパンダマンはラストじゃないな、スモーカーミホーク、もうスモーカーよそりゃ、はい、いや久しぶりにやってっけど、やっぱこのゲームめちゃくちゃ面白いな。いやラッキークソラッキー、来いよ、おいおいおいこれちなみにガード不能なんで、この技ガードをしてでもなんかそのガード貫通して、まあ、プルガトリオみたいな感じの技なんで、これめっちゃくちゃ強いですよねこれ。ただしレベル2使っちゃうんで1個貯めてもう1発食わせるわ、分からせ落ちたんですよ。お早い、来た、あいつこれしかやんねえな、投げろ、おいこれゲット、よし分からせよ、おいここそれゲットしたい、あー取られた、ここ違った、逆やばい、ギリギリかわしていく、
ていく。危ない、びっくりした今、声出なかった今。あ、危ない、ああ強い。ちょっと待って、あいつ分からせたい、分からせたいんだけど、ちょっと待って、早いよあいつ、あいつ早いよ。せこいだろ、俺こんな遅えんだぞ、俺この速度だぞ、おいおい、この速度やぞ俺。ふざけやがって、いやー怒ったぞ俺様は。さっ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 どりゃここだここ、ちょっと待って、ちょっと待って、あーちょっと待って、早いここ、よーし危ない、オッケー危ない危ない、さすが難しいの相撲感めちゃめちゃ強い、ふざけてる余裕がない。よしよっ、 OK、 めちゃくちゃ強いこの技、プルガトリオは最強だ。 OK、 もう一個ちょっと一回食べて、プルガトリオで終わらせよう、プルガトリオで分からしたい。早い、これこれは早い、よしこれアド来た、よっしゃ分からせるぜ俺は、分からせる、分からせおじさんで、これでこういったところでこうこうよ、甘い甘いスモーカーさん、やってしまえパンダモン。この技一体さ、どこのダメージが効いてんの、腰にそんなダメージ入ってる。あの技禁止か確定じゃない。